カマレオンです。しょうまです。こんにちは。こんにちは。チャンネルティオリブです。はい、今日はデザインチューニングのオンライン限定販売してるチャット、はい、今年も来ました。紹介したいと思います。はい、去年も EX というシリーズを紹介させてもらったんですよ。あれ 60g だったな、確か。確かそうだったんですかね。うん、DXSL から始まり、上は H まであるみたいな4種類。今年2種類出てます。はい、それがデザインチューニングさんの EXST。 今年2種類あります。50と60あります。色で分かれてるの。はい、色が50がライトブルーで60がブルーです。この50はうちが去年言ってた あれを採用したら。あ、そうなんですね。うん、50が今トレンドやからっていうのが、50流行ってるからっていうので、デザインチューニングさん、メーカーさん動かしたんですね。動いたね。あれすごいな。50打たらしゃあない感じだよね。そうやな、もちろんそうやな。動かしますか。じゃあ、で今回もフィードバック得て何かしてくれるかもしれないです、はい、視聴者さんとデザインチューニングさんに向かって、いいよ完璧なのか、うん、ここがもうちょっとなのか。デザイン的には前回の EX に近いね、やっぱり、ね、似てますね。前は緑青だったんですけど、うん、今回はグレーにブルーみたいな感じなんで、似てるは似てますね。うん、これかっこいいよね、デザインめっちゃ。うん、ST って入ってるということは、前の白の STX ってあったやん。はい、ショートみたいな意味かな。あー、じゃあええとこ取りなんかもしれないですね。短尺仕様だな。今回これあれですよね、キャディバッグ、このカラーリングですよね。あー、そう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 、ここのこの感じだったと思う。めっちゃいいよ。あれめちゃくちゃかっこよかった。俺使いたかったもん。買おうかなって思ってくれ。マジで。うん、ちょっと調べてみよう。そう、白と黒があるんだね、今回。白のやつ買おうかな、黒にしようかな、どっちもかっこいいなと思いながら。いいな、ちょっと調べてみよう。そうオンライン限定発売なんですけど、派生としては EQ から来てるってことですね。あ、そうそう、 EQSTX やったっけ。はい、短いやつ、あれの進化版みたいな。なるほど。のネット専用みたいな。で、うちはあの時も長さを、最適な長さを探るために、ほんまにショートレングスの方が合うのか、通常で作った方が合うんじゃないかって店長思って、2種類長さ作ったんですよね。はい、今回も2種類作ってます。OK です。懲りずに2種類懲りずに前回も結局やっぱメーカーさんが言うように44がいいってなったんや。ああ、そうなんや、ね、今回も懲りずに2種類作ってます。それ分からんからな。そうですね。それこの検証っていうのがやっぱうちの、確かに売り、うちのチャンネルの売りでもあるから、2種類を打ち比べたいなと思います。はい、じゃあまずデータから。はい、データから。じゃあ作業場行きます。はい、行きます。はい、じゃあ EXST50 のショートレングス。綺麗ね、こうやって見たらね。めちゃくちゃかっこいいです。かっこいい。ローグ ST トリプルダイヤモンド LS でいきます。はい、バランス振動数測りたいと思います。重さは測りますか。 44.25 で作りました。 44.25 何もですか。 4.5 ですね。 C4.5 長くなっても知れてますよ、これだったら。303、まあまあ、おお、208、おお、まあ柔らかいの打つの得意なんで。おー、いやー、にしても柔らかいな。 EXST50 通常の長さの 45.25 です。はい、45.25 C の 9.5 C9.5 305。はい、おお、そらそうか、バランス6ポイントぐらい上がっとるから。振動数6落ちるのはそらそうかって感じですよね。うん、はい、EXST の60の 44.25 ブルーになってます。ブルーですね、綺麗ですね。C の6おですね。はい、311。お、しっかりしてる。おお、60の方がちょっと固めやな。そうですね、60の方が固めでしたね。EXST60 45.25 いきたいと思います。はいはい、標準 T1 か 1.5 ぐらいぐらいですね。はい、ちょっと重いな。ちょっと重いですね。おお、言うほど柔らかくない。柔らかくないですね。なるほど、いけそうですね、これやったら。60に関しては長さの影響はそこまで受けそうにないというか。はい、じゃあ EXST50 のショートレングス打っていきたいと思います。はい、前回もね、ショートアイアンのような振り抜きだったんで、すごい
いいドライバーのソフトやったなと思ったんですけど、今回ミート率プラスシナリオ力みたいな。ああ、ナイス、マジうまいな。おお、すごいすごい、めっちゃ飛んでる。すごい相変わらず柔らかいの打つ、うまいな。うまいな、めっちゃいい。何これ、いい、めっちゃいいかも。超最適や、いい感じやな。最適解や、これが最適解分析して導き出した答え、それが最適解。最適解流行りますね、これは。これマジ曲がらんと思う。 44.25 やんな。はい、飛びすぎてる。すごい、めっちゃ飛んでる。まあキャリー普通ですけどね、なんか転がったんで、ね、転がってんな、なんか妙に曲がらん、マジで。これもマジショートアイアンみたいな、前のやつの進化版でも。なんかその C4 これ全然気にならんすね。バランスな、相変わらず振り抜きやすい、振り抜きやすい、柔らかいけど、はい、いや、この柔らかさがいいんかもしれん。そうね、しなりでちょっと感じさせるんだよね。そういうことやんな、うん、しなっとる分重く感じるってことやんな。じゃあ商売に打ってもらいたいと思います。はい、はい、そしたら60のショートレングス打っていきたいと思います。はい、マジ飛んだな。え、振り心地はどうなん。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。タイミングすごい合わせやすい。ほんま、めっちゃ合わせやすいです、これ。なんかいくらでもこうシナリオ変えれる、自分で。あ、そうなの。操作めっちゃしやすい。持てる、持てる、持てるし、飛ばすのもいけそうやし。そうそうそう、全部できる。ここ見てください、みなみ。おぉ、師匠これはちょっと陰謀が働いているんですかね。合うてるわ。合ってますね、これは。ええやん、いい感じ、ね、素晴らしい。じゃあ、うん、次僕長いの、ね、長いのいきます。はい、EXST の通常の長さで打っていきたいと思います。50で、ナイス。あー、でもちょっと待って、ミート率下がるけど、これはこれでいい、うん、あ、いいの。はい、なんかちょっと先っちょの方じゃなかった、今先っちょですか。なこれはこれでいい。ちょっともう一球出してください。はい、いつも通りぐらい、妙に短尺が良すぎたみたいな。こっちになったら若干このしなり返りがこう来るんでしょうね。あ、それでちょっとフェード系にちょっと寝てしまうんですよね、フェースが。だからちょっとスピン量多なって、ほんまやな、転がらんかったんかな。でもしなってる感じはこっちの方が好きかな。あ、そう。でもミート率上げるなら絶対短い方が上がるな。確かにミート率は悪そうやね。そう、これなんかちょっと暴れる、うん。いや、44.25 なんやろな、やっぱり最適は。うん、 44.75 ということはないですか。あー、試してみたい。なんかね、どっちもどっちの良さがあるっていうんかな。これもこれで捨てがたいな、この長さ。あー、そう。いや、ショーマンの言うようにリズムよく振れるっていうのがこっちの方が分かりやすい。分かりやすい、うん、けどミート率は下がるような気がする。ちょっとなんかトゥーダウンが大きすぎるような気がする。なるほどな、ダブりそう、うん、ダブりそうっす。あ、やっぱ短い方、 44.25 で作った方が絶対ミート率上がるし、何より振り抜きがいい。うん、こっちの方がなんかドローを打ちやすそうやけど、こっちの方がなんか飛びそうやけど暴れる。じゃあショーマンに打ってもらいたいと思います。はい、60の何でしたっけ。 45.25 いきたいと思います。いい感じです。はい、はい、
番飛ぶような球。あら。あら。あら。思いのほか。あんまり、いやね、まあ、っていうのも、ちょっとヒールに来やすいと思う、これ、結構。なるほどな。これやっぱ、ちょっとこう開いてきたから、今。あ、でもさっきハマレオンが言ってたんと一緒やな。そうですね、やっぱり。やっぱ長いんか。長い部分。長いから遅れて入ってくるって、こう柔らかいからで、こうヒールからこう来るってことやな。こういう風に来て、やっぱミート率は下がると思う。イメージこういうことやろ。こう入ってくるみたいな。遅れるから先端がこう、こう入ってきて、ヒールから入っていくってことやな。今のも完全にヒールから入って、よう飛んだなって感じ、これは。なるほどね。あ、やっぱ短い方がいいんか。短い方がいいと思う。これやったら振り抜きもあんまり、コースってそこまで振れんのじゃないかなと思う。長い方が短い方もマジピュッって感じやもんな。そうマジ9番アイアンみたいな感じちゃう。そう何も考えずに打てるみたいな。いや、ほんまそんな感じ。すごい差出たな。これは全然長い方が飛ぶ方も出たけど、キャリー9ヤード落ちたもん。だから短くても距離損なわれんってことやもんね。そう山行った。なんかいい検証動画になったんちゃうかな、うん、唯一心残りは 44.75 やなあ、ちょっとそうみたいな確かにそこ試したかったな。確かにいいシャフトなのは間違いないですね、うん、っていうかなんか安定するって感じですよ。面白い。安定はめっちゃする。 OB する方めっちゃいいと思います、うん、あとはミニドラにさせてみるっていうのも面白いね。一つかな。確かになんかスプーンとかに刺すとまだちょっと意味変わってくると思うんですけど、うん、ミニドラぐらいやって良さそうだな。いいと思う。これも全こんだけしなるとやっぱシャフトで飛ぶんやな。あー確かに、うん、運動量でってことですよね、うん、えらいもんやわ。いい検証動画になったな、はい、よかったですね、はい。まあ、欲しいって方はね、うち発売してるので、はい、ネットでしか買えません、うん、これはしかも限定されてます。そう、店舗量が限定されて 5店舗5店舗だけなので、はい、なるほど、はい、じゃあもう早めにお買い求めていただけたらなと思います、はい、この動画が良かったと思った方ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。しょうまが、はい、グローゴルフでスタジオでレッスンしておりますのでよかったら徳島県でやっております、はい、行ってみてはいかがでしょうか。左の生徒さんが多いらしいです。左の生徒さん、ね、ぜひ左の方すごいですよ、ね、困ってたら10人抱えてるみたいな、はい、10人左任せてくださいで YouTube も最近始めて、はい、これからどんどん上げていく予定なのでよかった皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします、ペイペイモール楽天市場で自社サイトでもこのシャフト売ってます。よかったらご購入してください。ありがとうございました。下もできます。うちであ、下もできます、はい、お願いします。ご来店もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。